皆さんこんにちは、シンガーソングライターの田部ヒロです。この番組は僕田部ヒロの最近の出来事だったり好きなことを話したり、ゲストをお招きしてとにかく喋ったり、番組ということを隠れ蓑にした僕の活動の幅を広げるための武者修行的な番組です。そんな番組のタイトルはおたべり、食べのおしゃべり、食べのだべり、それをギュッとしました。ぜひ覚えていただけると嬉しいです。ぜひ感想やメッセージは全部カタカナで、ハッシュタグ食べひろおたべりをつけて投稿してください。よろしくお願いします。ということで、22回、本日もね、ソロ配信でございます。あ、もう事務所までがね、遠いのよ。なんかあ、決してね、なんか仲悪くなったとか、そういうのではなく、こう、むしろ仲良くやらさせていただいてるんですけど、高橋さんとは。まあ、なんだろうね、こう、ちょっとやっぱスケジュール合わず、こう、なかなか、こう、調整がうまくいかず、まあ、ソロ配信という感じなんですけど、なんかソロ配信の方がさ、武者修行的な感じはするよね。高橋さんというさ、いざ僕が無言になった時に助けてくれる助け舟 のような存在もいないし、もう一人でね、こう喋りをさ、こう完結しなきゃいけないわけなんで、逆にね、それはそれで、なんかいつかさ、例えば僕がこうラジオのレギュラー持ちましたとかさ、まあ、ゲストでね、出させていただく時とかもそうですけど、まあ、そういう機会いただいた時にさ、こう喋れる幅が広がりそうな感じもね、なんとなくするんで、まあ、それはそれでね、いいんじゃないかなと、武者修行的な意味においては、そんな風に思ってますということで、22回ね。でも本当にさ、東京ってさ、移動が大変なんすよ。事務所までもね、遠いの。だから今までお便り撮る時も、収録に、事務所行ってたりとか結構してたんですけど、それもね、まあぼちぼち距離があるんですよ。だからね、大変だね、東京って。なんかさ、そのやっぱり家賃高いっていうのもそうだし、こうトレードオフというか、すごくいい立地というか、都心のとこに住もうと思うと、やっぱそれだけこう家賃が高くてですね、東京のそういう相場とか分かんない人もいると思うんで、まあ、ざっくり伝えると、僕の、そうだな、名古屋に昔住んでたんですけど、名古屋に住んでた時代に、いくらとかがいいんだろう、まあ、例えばワンルームで5万ぐらいのとこがあったとしたら、まあ、東京だと、その都心とかに住もうと思うと、まあ10万とかするし、だからまあなんか倍ぐらいのさ、価格がするわけですよ、要は。で、まあ僕とか、まあそのワンルームでもいいんだけど、ちょっと歌ったりするときに、もうちょっと広いとこがいいなって思ったんですよ。1LDK とかで探したりすると、もっとこうさ、価格差が開いてきたりするわけですよ。それがね、やっぱ東京って大変だなって思って。で、まあまあ、詳しく、今僕が住んでるとこっていうのは、ちょっと伝えられ、さすがにちょっと言えないんだけど、まあ、めっちゃ都心に住んでるっていうわけではないんですよ。うん。まあ、どっちかっていうと、ちょっと離れてるとこに住んでるんですけど、まあ、要はその都心にさ、出てくときにさ、ちょっと時間がかかるわけですよ。で、東京ってこの時間かかるかかからないかっていうのがもう肝なんだよね。だからすごい、新宿まで乗り換えなし何分で行けるよとか、渋谷駅まで、乗り換え1回、20分で着けますとか、そういうのが結構歌い文句だったりするわけ。でさ、それをあんま気にせずに選んだ、今のところは。その、なんだろうね、こう、都心へのアクセスの良さってよりかは、その家がいいかどうかで決めたのよ、僕はね。だから、そう、家にいるときはね、すっげえ快適なの、本当に。で、めちゃくちゃ住みやすいんだけど、例えばその、事務所に行かなきゃいけないとか、どっかこう都心にさ、遊びに行きたいなってときに、もうなんか地味に億劫みたいな。行けなかないんだけど、なんかなんとなく遠くてちょっと気がめいるんだよなぐらいの感じなんだよね。だから住む前はさ、それこそまあ、電車乗り継ぐのとか、
まあなんだろうね、こう30分40分ぐらいこう電車に揺られるのとかね、例えば別にそんなに気にならないかなって思ってたんですよ。まあ中でスマホ見てればいいし、まあ、乗り換えも別にただこう歩いて電車乗り換えるだけだからいいんじゃないかなって思ってたんですけど、もう地味にストレスなんですわこれが、本当に思ってたよりも。だから僕は今の最寄り駅から電車乗るんじゃなくて、あのループってさ流行ってるじゃん、あの電動キックボードとかさ電動自転車とかのあれに乗って、乗り換えしなくてもいい駅までわざわざループで行ってからその電車に乗ったりしますめっちゃねえ、本末転倒というかさ。でもね、そっちの乗り換えしなくてもいい駅まで行こうとするとまたちょっと家賃が上がったりすんのよね。え、難しいでしょこれ、どっち取るかって。だからね、まあそういうとこに今住んでるので、なんかね、まあまあ、あのとはいえ別にあのだからソロ配信が続くとかってわけでもないし、別に事務所もね、あの行こうと思えば全然行ける距離にあるので、その名古屋からさ新幹線で1、2時間かけてきましたみたいなじゃないしね、そう、そんなにやっぱかかんないからあの行けるんですけどっていうとこで、やらせてもろてますお願いしますなんかさ引っ越す時にさ結構悩んだのよ、そのどういう物件がいいかなとか。でもその都心に近づけば近づくほどこう自分の予算で考えたらさ、もうまあ結構地区フルで、まあ、そうだな、例えばこうユニットバスとかね、あのお風呂とトイレが一緒のとこにあるよとか、まあ鉄筋作りじゃないとかね、鉄筋鉄骨とかあるじゃん。でその、鉄筋だと、防音性に優れてるのよ。でも鉄骨作りだと防音性がそんなに鉄筋ほどないよっていう作りだったりするわけで、その鉄骨作りとかさ、まあ、木造とかだったらやっぱ安かったりするわけよ。でもさ、こうやっぱちょっと歌ったりするあの人間から考えると、ちょっとさすがにそれは忍びないなみたいなとこでさ決めれなかったりとか。で引っ越しはねすげえ大変だなって思ったね、東京の引っ越しは。もう決めんのに何回何回内見行ったことかっていう東京にライブしに行くたびにどこか内見挟むみたいなことをしてたりね、そんな感じで、まあ、友達にもね相談したりして、まあ、その住んでいる友達曰く、まあ、家で決めるよりも、その住んでいる場所の住む場所の近くに、例えば自分の好きなものがあるとか、まあ、すごいいい立地であるとか、そう自分が過ごしやすいね、こう住んでて嬉しいなって思える環境であることが結構大事だよって言われてて、でなるほどなって思いながらそれをまあ無視しというか、いたそれをこう度外視してやっぱ家で選んだんでね、まあまあすげえ、なんだろうね、今住んでるとこに全然すげえ満足してていい場所なんですけど、まあ、ただそういうねやっぱアクセスがちょっと大変だなとかはね感じるよね。でもやっぱりそういうなんか物事ってさ、必ずしもこうどちらも揃ってる条件ってなかなかないわけでさ、まあ、家じゃん、そういう住む家じゃなくてもさ何事でもそうじゃないですか。だから僕もなんかギターとかもさ買う時もなんかこれ安いんだけど、そっか、なんか、まあ、ネックが反るとかってギターあるんですけど、ネック反ってるとちょっと、コンディションに影響が出てるというか、ちょっと弾く時に弦がビリついちゃってうまく音が出なかったりするわけですよ。だからそういうのがあったりとかさ、高いけどこれめちゃくちゃいいんだよなとかっていうか、めちゃくちゃいいんだけど値札見た時にびっくりしちゃうみたいな、これ40万すんのみたいなのとかさ、やっぱあったりするからさ、なんか難しいけどさ、なんか音楽頑張ろうって思うよね音楽頑張ってなんかしっかりこうお金も稼げるようになって、こう自分がね望む環境というか、すごく快適に過ごせるとこに行きたいなとか、いい楽器欲しいなとかさ、まあね最近だとパソコンとかも買ったけどさ、いい機材欲しいなとかさ、やっぱそういうのにねこう逆にモチベーションになったりもするから、なんか大事なことだと思うし、特に住む場所なんてさ、なんかそういうのの最たるものだと思うのよ。なんかどういう場所に住んでるたら自分は嬉しいとか、まあ、結構どうでもいいって思う人も全然いると思うんだけど、僕は結構なんかそういうの
大事というか、まあ、逆に、引きこもりがちな人間だからこそ住んでる場所のさ大事さというか、住む家の大事さもそうだし、その例えばちょっと10分フラッと外に出てみた時にこう自分の好きなものに溢れてるとかさ、そのってすごく大事だなと思うので、なんか東京って、まあ、それだけ家賃が高いので大変な街ではあるんだけど、まあなんかそういう場所にさ頑張って住みたいなみたいな感じのモチベーションにもなったりするしね。なんかすごいやっぱ東京っていろんな意味ですごい街だなって思いましたね。というまあね、東京話でした。はい、ということで、まあなんかさ最近というかこの間も同じ話したけどさ、もう冬が近づいてきてるわけじゃん。なんかさ僕はねすごくね冬が好きなんですよ。あのこれも何回も言ってると思うんだけど、夏よりね冬が好きなの。まあ、なんでかっていうと、あの冬ってすごくロマンチックなさ感じじゃん。クリスマスがあったりとかさ、こうイルミネーションピカピカってしてて、こう恋人たちのクリスマスみたいなさ雰囲気があるじゃん。で夏もなんかなんだろうね、こう別の意味のさ、こうちょっと憂いを帯びたロマンチックというかあると思うんだけど、なんかすっげーアバウトな括りで言うと、まあ夏はさ昼間こう海に行くぜみたいな感じでさ、クリスマスはこう夜、クリスマスのイルミネーションを恋人と見に行くみたいな感じのさイメージがなんかなんとなくあるわけよ。で僕はやっぱりそんなにねたくさん外出る人間じゃないっていうのと、あと、まあ、夜がね好きなんですよ。まあ、夜にねこう音楽作るのもはかどったりするし、そうちょっと夜型人間だからこそこうやっぱり冬とかのさそういうクリスマスみたいなものに思いを馳せる時間がね多いんですよ。まああとね、あの服も楽しいしね。なんかさ夏ってやっぱりこう服をさ脱いでいく方向にさ行くわけじゃん。脱いでいくっていうか脱いでいくっていうとなんかちょっと変な表現だな。でもさ薄着に近づいていくわけじゃないですか。こうなるべく暑くならないように、あの言ったらですよ、もう裸に近づいていくわけですよ。なるべく服をこう薄くして、半袖半ズボンとかもそうだしね、まあそういう風にさこう調整しながら工夫して生きていくわけじゃないですか。だから服もさやっぱ着てる面積が少ないので、その分さこうスタイリングの幅も言ったらこう減っちゃうわけですよ。夏にさニットとかあんま着れないじゃん。まあ着てる人も中にはいるかもしれないけどね。だけどさこうフューってさそういうのがむしろ真逆で、たくさん服を着かなせ着か、何服を、着かさねていくことによって、暖かくして防寒性に特化していこうと、そういうさ季節なわけじゃないですか。だからやっぱ着る服の量も増えるから、相対的にこうスタイリングの幅も広がるというか、あの好きなより好きなさこういうファッションしたい、こういうファッションしたいっていうのが、たくさん幅も広がる季節だし、まあ特にこう夏だったら、素材とかも限定されちゃうと思うのよ。涼しい素材はこういうのだよねとかなってきちゃうと思うんだけど、冬は結構そういう素材感とかもいろんなこうね、すっげえあったかいモヘアみたいなさ、こうあったかそうなニットカーディガンとかさ着れたりとかするし、まあ、逆にねこうコットンでもさ全然その上に上着着たりとかすることでこう調整できたりもする季節なわけなので、あとね、まあ、僕コートがすごく好きだからね、コートのスタイルが好きなんで、なんかそういう意味ですごく冬はねワクワクしてるんですよね。なんかまたもうちょっとクリスマス近づいてきたらさ、そういう冬の話たくさんしたいな。冬に大好きな、クリスマスをテーマにした大好きな映画の話とかね、クリスマスの大好きなラブソングの話とかもねしたいですね。いやーでもなんか嬉しいな、やっぱこう秋になってさちょっと涼しくなってきて、なんか何でもできそうなって前回言ったけど、こう全能感みたいなさ、こうちょっと浮き足立った感じもありつつ、まあ、これから寒くなってきてね、ちょっとしんどい時もあるとは思いつつ、やっぱクリスマスっていう、まあ、僕にとってこうすごく楽しみな、イベントが控えていてですね、なんかいいよね。冬曲とかもね、なんかこうクリスマスソングみたいなもね出したいよね、どっかでね、なんて思ったりもしてます。まあそんなねクリスマスをね最近はね思い浮かべてますわ。はい、マスワとか言っちゃった
ああ、そういえば、あとさ、僕ね、この間ダウンタウンっていう、僕がフィーチャリングで参加した楽曲を発表したんですけど、これがね、カナダ出身の、シンガーソングライターのアンドリュー・カッサーラっていう人と、コラボしたんですね。アンドリュー・カッサーラ、のダウンタウンに僕がフィーチャリングで参加させていただいたっていう形なんですけど、そのアンドリューがね、この間ね、日本に来てたんですよ。で、バーズ&メロディーっていう、2人組のユニットがいて、そのバーズ&メロディーの来日ツアーに、アンドリューも、一緒にこうツアーを回って、ライブしてみたいな感じでやってて、で、道玄坂のラママっていうところに、ライブしに来てて、で、僕も見に行ったんですよ。ね、初めてさ、会えるわけよ。しかもライブ見れるわけよ。めちゃくちゃ楽しみでさ、行ってさ、めっちゃかっこよかったのよ、本当に。ライブもね、すっげえこうファンクで、パッション感じるというか、すげえ情熱的で、ちょっとこうスター性がある感じがね、してね、すげえかっこよかったし、あとね、めっちゃイケメンだったね。鼻も高くて、スタイルめちゃくちゃ良くて、腰高みたいなね、感じでさ、めっちゃかっこよかったし、そこで初めて対面だったんだけど、やっぱなんていうの、こうちょっと、やっぱ日本とさ、スタイルが違う。コミュニケーションがさ、やっぱ英語圏の人なんで、すげえ、こう、もう最初もう、初手ハグから始まるみたいな感じでさ、もう、僕はやっぱさ、こうジャパニーズスタイルさ、やっぱ握手とかさ、こんにちは、みたいな、お辞儀するみたいなスタイルなわけじゃん。で、初手やっぱハグから始まるからさ、なんかそういうのもやっぱちょっとこう、異文化、コミュニケーションって感じで嬉しかったし、なんか僕もね、なんか自然とやっぱりさ、そういう人とコミュニケーション取ろうとすると、頑張ってこう、英語で喋ろうとするし、ジェスチャーとかもさ、なんか勝手に増えていくし、そういうハグみたいなのもなんか自然とできるようになってきてさ、で、そのライブやった後に、2日後にね、あるビデオを撮ったりもしたんですよ。ダウンタウンのね、なんていうのかな、こう、プロモーションのビデオというか、をね、一緒に撮る日もあったりとかしたんだけど、その日もね、なんか僕、普段、一人では絶対に行けないような、お店に、アンドリに連れてってもらったりとか、アンドリがなんかその、パンクファッション、ロック系のファッションがすごく好きで、そういうお店がさ、あったのよ、その渋谷の近くに。なんかキャットストリートってとこあったかな、なんかそういう通りに、あって、だ僕はもう絶対一人じゃそんなとこさ入れないんだけど、アンドリューが「行きたい」みたいな、「前回も行ったんだよねここ」みたいな、日本来た時にみたいな言って、「よしじゃあ一緒に行こっか」って言って行ったりとか、あとなんか一緒にツルトンタン食べて、ちょっと日本っぽい食事をね、一緒に食べさせてもらったりとかして、なんかすげえね、胸いっぱいな感じだったね。なんか、僕的には初めてのこうフィーチャリングでもあり、そしてこう外国の方と一緒にやるなんて、結構なんだろうね、こう思いもしてなかった機会だったので、なんかね、すっごい新鮮だったし、なんか不思議な、こう、感覚になったというか、で、やっぱりさ、しかも、会ってない時って、なんか、僕のさ、担当のその高橋さんとか、向こうのマネージャーの人とかね、を介して、本人とこう、やり取りしてたし、面と向かってもないので、なんかさ、こう、会うまではちょっと、どういう感じかつかめてもないからさ、だから実際に会えてさ、すごくナイスガイで、こう、接しててすごく嬉しくて、なんかすごくこう、曲一緒にやってよかったなーってね、めちゃくちゃ思ったし、なんかこれからも仲良くしたいなーって思えるようなね、そんな人間でした。そのプロモーションビデオもね、どこかで、SNS に上がると思うので、ぜひチェックしていただけたらと思います。そしてね、アンドリューの曲は、僕すごく好きな曲たくさんあるんですけど、特に911って曲がすごく良くて、本人にも直接伝えたんだけど、みんなもね、よかったらぜひ聴いてみてほしいです。911めちゃくちゃいいよ。あとね、何が好きかな、ちょっと今見てみようかな。あ、ユームード好き。その、デッドエンドディスコっていう、割と最近出されたアルバムがあるんだけど、
そうね、You Mood 911、そしてブレスって曲がつながってて、そのね、その流れがね、すごく好きなんで、みんなぜひ通して聴いてみてください。はい。まあ、そんなね、アンドレ・カッサーラとのお話でした。というわけで、まあ、サマーソングぶりのね、こうリリースが、一つあって、そしてね、またね、フィーチャリングがあったりするんですよ。まあ、ちょっとね、言えないこともあるんだけど、一つはあれだよ、アスクールっていう、なんて言ったらいいんだろうね。こうプロジェクトがあって、二人のさ、シンガーソングライターとか、作り手、歌い手とか、を、こう、なんていうのかな。呼んで、アスクールが。で、その二人で、曲作ってリリースするっていう。まあ、こう、なんていうんだろうね。こう、即席ユニットじゃないけど、そういうのをアスクール内で組んで曲を発表するっていうのがあるんですけど、そういうアスクールっていうプロジェクトが。で、そこに、僕と、てがクリームパンちゃんっていうシンガーソングライターの女の子がいるんですけど、その2人でやることになりまして、まあ前ね、インスタでちょっと軽く発表させていただいたりもしたんですけど、まあそれもね、今現在進行形で進んでいて、これもね、まあめちゃくちゃいいんですよ。はい、めっちゃラブソングです。なんかみんなからさ、質問箱でインスタのストーリーでこう募集したんだけど、まあなんかそういう恋愛関係のさ、みんなが普段思ってることみたいなのをこう募集して、そのみんなの回答をもとに曲をね作ってるんですよ。めっちゃ良くない？だからこうよりさ、こうリアルな感情というか、まあみんながそういう恋愛で思ってることが、そのままね反映されているような楽曲にもなっていて、これもねマジで良くて、すんげーリリース楽しみなんですよね。まあそれ以外にもね、ちょっといろいろあったりするんでね、また早く発表したいんですけど、まあでも総じてね、こうなんかさ、人と一緒にやることって例えば自分一人で曲作ってるとさ、どうしてもやっぱこう行き詰まったりする瞬間があったり、そういうのって結構あって、で今までの楽曲で言うと、きしめんさんっていう、まあ、僕のすげー仲良くさせていただいている、そしてお世話になっているアレンジャーの方がいるんですけど、まあ、僕の今までの曲、サマーソングはレンさんにやってもらったんだけど、サマーソングより前のこう楽曲は全部その岸面さんにお願いしてて、でその岸面さんに結構相談聞いてもらったりとか、まあ、一緒にね、こう作曲に、携わってもらって、こういう風にしたらいいんじゃないかみたいな、ちょっとこう客観的に見て、いろいろアドバイスしてもらったりすることはあったんですけど、ただその、なんていうのかな、他のアーティストとフィーチャリングで楽曲を作るって、なんかなんていうのかな、もう完全に僕主体の曲じゃないから、こう、ちょっとまた違う感じというか、そのお互いのより良いところを、こう持ち寄って、ここをしたらいいかなとかっていうのって、なんか全然さ、自分にはそれまでなかった視点をさ、相手が、これこうしたらいいんじゃないみたいに言われて、あ、確かにそれめちゃくちゃいいじゃんみたいなさ、こう新鮮なこうアイデアというか、全然自分じゃ気づけなかったアイデアをさ、もらえる瞬間があったりとか、でそうやってなんか一緒に積み上げてこう作っていくのって、すごく自分にとってはなんか、なんだろうね、今まで味わったことなくて、なんかすげえものづくりをしてる感じがあって、なんかね、すげえ楽しいんですよね。だからフィーチャリングとかってすごくいいなって思いました。まあこう双方のね、今まで自分のことを知らなかったこうリスナーに聞いてもらえるっていう、知ってもらえるっていうのもすごく大事なところだと思うし、まあそういう化学反応的なところがね、結構あるんじゃないかなと思って、だからなんて言うんだろう、こうそのダウンタウンもそうだし、この冬、今年12月までのこう今年中っていうのかな、結構なんか今までと違ったこう僕をね見せれる気がする、うん、ダウンタウンでも見せれてると思うし、これからの曲でもね見せれる気がするので、マジでお楽しみにっていう感じですね。うん、音楽楽しいね、だから最近は。いや、ずっと楽しいんだけどね。なんか、またさ、こう気持ち新たにできてるっていう感じですね。うん。ということで、まあ、そのね、22回でした。なんかさ、思えばもう10月になってんだね。やばいね、本当に、時間の流れって。なんか、夏の話してたばっかのに、なんか、9月まではさ、まだこう、夏の延長線上みたいな気持ちにいるから、
9月の時はあんま焦りないんだけど、なんか10月に差し掛かった瞬間、10月なの?みたいな気持ちにね、なった。なんか今、ふと。なんか桁も変わるしさ、もう9から10になるし、なんかね、9月ってやっぱりまださ、まあ今もね、10月にしてはめっちゃ暑いんだけど、9月ってなんかやっぱまだ全然もっと暑くて、普通に夏じゃんみたいな感じだったんだけど、まあ、10月ともなるとね、ちょっと話変わってくるよね。まあみんなね、やっぱりこう時間は有限なので、みんなね、こう悔いのないようにね、毎日過ごしましょう。僕もみんなもね、急にどうしたって感じのこと言うね。はい、というわけで、そんな第22回でした。さて、この番組は毎週金曜日18時頃に更新予定、さらに毎月1回公開生収録を実施予定です。仕事をしながら、料理をしながら、片付けをしながら、ドライブをしながら、などなど、ぜひお共にしてください。音楽をしている時とはちょっと違う僕を楽しんでいただけたらと思います。近々ね、ちょっと公開生収録も実施する予定ですので、ぜひお楽しみにしていてください。それではまた次回の放送でお会いしましょう。バイバイ。